はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はパワープロ2020 A 館内続きをプレイしていきたいと思います。夏の予選大会まで時間を進めています。4番には天聖の中村ですね。であとですね、新しい1年生で井端、これがね入ってきてくれています。まあ、ただ井端もまだ1年生で、さすがに2年生の西崎よりは能力的には、一回り下がってはくるので、レギュラーは西崎に任せます。で、井端の方をね、育てていくというのを考えています。で、井端にはですね、まあ、この後、二塁手もできるようになってもらって、道原と井端を交代させようかなというふうに考えていますので、まあそういうふうに進んでいければいいかなというふうに思っています。では、スターティングラインナップですね。1番、赤田、広角打法持ちです。2番の神戸、初球、ムード、対エース、丸。3番、浜岡、もうすぐミートもパワーもね、A に乗ろうか、S になろうかという、まあ優秀なバッターですね。パワーヒッターも持ってます。そして4番、中村。足は遅いですが、もう信頼できるバッターになってくれています。で、5番、小西くん、強肩、強打のキャッチャー。そして6番の道原、パワーヒッター、広角打法持ちです。で、7番西崎くん、パワーヒッター持ち。8番横井くん、対左投手 A です。で、ピッチャーは西山、球速156キロ。このね、スターティングラインナップで試合の方をやっていきたいと思います。まあ、いつもの通りにはなってしまうんですが、超攻撃的打線になってますんで、打って打って打ち勝つ、まあ、そういう野球ができればいいかなと。いうふうに思っています。では早速ですね、公式戦の方に入っていきましょう。まあ、まずは、無難に、初戦をね、突破して、勝ち進んでいければいいかな、というふうに思っています。張り切りボーイは、神戸くんかな。はい。ではですね、相手のチームの能力見ておきましょう。総合戦力 D の立山高校ですね。まあ、怖いバッター4番の吉住くんホームラン3本。あとは5番の町田くんが打率5割とこういうところですね。あとポイントゲッターで6番の立原くんが打点7を上げています。まあ、そんなに怖がるようなチームではないかなと思いますので、ここは強打の二次高校らしく得点を取りに行きましょう。これで3ランホームランです。はい、まずは1回戦目。9対1コールド勝ちです。まあ、総合戦力 D ぐらいであればね、まあ確実に勝っていけるので、まあ、B とか A とか、まあ、そういうチームとね、ぶつかったときに、まあ、どういうふうに勝っていくかっていうのがね、過去の戦いからも重要になってくるなぁと感じてるので、まあ、その時にうまくね、魔物がハマってくれるといいんですけどね、まあ、期待して、次の戦いに進めていきます。はい、では2回戦目ですね。君津高校総合戦力 E が相手です。1点先制をされています。まあ、ここは格上、我々の方がね格上になると思いますので、まあ、落ち着いて反撃をしていきたいと思います。張り切りボーイは小西くんです。はい、7回の裏、3点リードの場面ワンアウトです。ここで試合を決めにかかりましょう。満塁のピンチとかもあったんですけど、ね、なんとかしのいだので、これは切れていく。そこをね、しのいだのでね、ここで点を取って、試合を決定づけたい場面ですね。しかもピッチャーは疲れている。同じダッシャーの時にね、多分変わるってことはないと思うので、これで交代ですね。鈴野くん、1年生に変わってますね。1年生でこの大事な場面でリリーフか。能力的にはどうなんだろう。ただこれはポテンヒットになってくれ。ダメかな。セカンドが追いつきます。では最終回9回の表ですね。で3年生、抑えのエース、島脇を投入してます。2回戦目もね、突破できれば、今まで2回戦目って結構鬼門になってたんですけど、安定して突破できるようになってきてるので、このままね、3回戦目、4回戦目と進んで、準々決勝、準決勝と、駒を進めていきましょう。
鈍いゴロ。最後はサードゴロ。これをさばいて3対6、いや6対3、2回戦目突破です。はい、では3回戦目ですね。総合戦力で立山農業との試合です。いきなり2点ビハインドになってます。ただ今回の張り切りボーイ浜岡くんが魔物を発動してくれているので、まだね、1回、かつ打ちアウトというところなので、魔物は使わずに反撃を試みていきます。ノーアウトランナーなしなので、ここでもう魔物を使っちゃいましょう。逆転する、そこまで持っていきましょう。こういうのもね、魔物があると何かがあるぞっていうね、そういう感じになってきますからね。あ、ツーアウトまで持ってかれるのか。マジか。そうか、最後の方じゃないと自分で全操作ってならないからね。魔物の発動がやっぱりちょっと早かったかもしれないな。最低でも同点、できれば逆転したいっていうね、そういう思いから魔物を発動したんですけど、早かったですね。ここはミートを重視で確実に当ててってもらいましょう。うわ、空振り三振だ。ここはね、逆転を早めにしておかないと安心できないっていう場面で、宮城くんパワー B ですね。ミートパワー B の代打宮城くんの逆転スリーラン。再び地方球場の魔物が発動できたので、赤田くんのところで発動させています。こういう場面で点を取って終わりにしたいよな。これは入るか。入るね。ツーランホームラン。この敵の失投とかっていうのは、あるいは甘いところにボールが来るとかっていうのは、魔物は関係あるのかな。なんかエラー関係っていうイメージがありますけどね、魔物に関しては。まあ、でもこの回だけで2ホーマー。こういうボールもどうなんだろう、落下したりする可能性あるからね。またこれインフェルノぐらい宣告されてもおかしくないような、まあ、そういう打球でしたけどね。この回で決める。ピッチャーバズってきてるね。ボテボテの当たり、これはフォロールんだよね。これが魔物だからね。福澤君にピッチャーが変わっています。なおワンアウトランナー二塁一塁。これも落としてくれるんじゃないかな。フォロールよね。ただ二塁がアウトになっちゃう、大丈夫だね。二塁に投げられちゃうと今のがアウトになるっていうね、そういう場面ですね。これも破る当たりだ。よし、2人帰ってきてコールド勝ち。いや、やっぱ魔物が発動してくれると、まあ、安心してね、試合が運べますね。浜岡くんがパワー S、 で宮城くんもミート A、 西崎くんは総力が B まで上がってるな。着々とみんな能力を試合の中で上げてくれてる。先頭バッターは赤田。はい、準々決勝になります。相手は成田高校ですね。総合戦力 D、 ここも確実に勝っておきたい場面ですね。今回の試合の注目バッター、張り切るボーイは1番の赤田くんです。パワー B、 ミート B、あとはパワーヒッター持ちの、1番のバッターですね。まあ、守備とか走塁もそつなくこなしてくれる、まあ、能力的にはね、高くて、そして、まあ、汎用性の高い万能型の選手です。点が取れないまま0対0。ワンアウトランナー二塁で5回の裏の攻撃。今日2安打の赤田君ですが、ここはファーストフライ。先制点がね、欲しいですよね。0対0だとね、ワンチャンで敵にドカドカッと2点3点取られると終盤一気に苦しくなってくるんで、できれば早めに先制点が欲しいんですが、この回は0点。
持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。打った、これは強烈、抜けた、ボールは中継、西崎ビーバッ。はい、7回の裏になってます。依然0対0ですが、ノーアウトランナー2塁1塁というチャンスで8番の横井君、打率は3割5分7厘。ここはゲッツーになるか。ゲッツーだな、せめてランナー残してほしかったけど。ここは7回の裏、代打を送りましょう。宮城君、前の試合で、ね、逆転スリーラン打ってくれてますからね。ここも先制点を、ね、期待したい場面ですね。よし、入った。宮城くんはね、安定してますよね、こういう時に。で、この後は岩瀬だったり島脇くんだったりっていうリリーフで8回9回を守っていくという戦いになりますね。赤田くんでもすごいな、よく見たら打率4割、ホームラン5本か。で、ノーアウトランナー2塁っていうピンチになってますね。岩瀬がリリーフ、岩瀬もね、成長してきてくれてますからね。これでワンアウト、8回を岩瀬、9回を島脇くんっていうね、ところで運んでいければいいかなと思います。なんかミカミックスのサクセス見てたら、貝またぎとかっていう新特能みたいのが出てましたよね。まだパワープロアプリとかの、まあ、あと栄冠ラインでもね、見たことはないですけど、そのうち実装されてくるんじゃないかなとは思います。岩瀬は貝またぎ持ってないので、というかまだ実装されてないので、島脇くんに変えましょう。間違って伝令送っちゃいましたけど、3年生の島脇くんもね、速球150キロ超えてますからね、そうそうは打たれないと思うんですよね。まあ、ただ2点差なんで、1人ランナーが出て1本ホームランで同点、2人ランナーがいる場面だと逆転されるっていう場面なんでね、慎重にはいきたいですね。さあ最後の1人、ここを突破すれば準決勝に駒を進めるっていうね、そういう場面です。はい、では続いて準々決勝から準決勝へと駒を進めていきます。はい、では準決勝になります。銚子高校総合戦力 C です。3番北田くんがホームラン8本、あと7番の宮沢くんもホームラン8本になってますね。で、今回の張り切りボーイは強肩強打のキャッチャー小西くんになってます。まあちょっと前のね、準々決勝で点が取れていなかったっていうのがあったんですけども、今回はね、ここまでに3点取ってくれてますね。5点ぐらいね、あるとセーフティーかなーっていう感じがするので、5点取るまではね、積極的に攻めていきたいなーっていうところですね。ここが送りバントにします。おっと、これは上がっちゃったかな。赤田くんなんで、ここは打たせていこう。地方球場の魔物を使う、早め早めに使っていきましょう。まあ、1点差にね、点差を縮められている場面なんで、ここは相手の反撃の意思をそぐっていう、まあ、そういう観点からもですね、点を取っていきましょう。よし、抜けていく。これは2点タイムリーになりますね。僕はね、野球やってた頃はショート、たまにファーストっていうね、ポジションを守ってましたね。打順はね、1番か3番が多かったですね。さあ、4番の中村。中村はね、もうパワー100に迫ろうかっていうところまで、来ているんですよ。本当にね、強いバッターになってます。ただね、ホームランも打率もその割にちょっと上がってきてないんですけど、本来だったらこの能力値とんでもないバッターになってても、まあ、まさにおかしくないっていうね、そういうバッターになってます。はい。16対7と大量にね、リードをしている状態になりました。これぞ打ち勝つ野球、取られたら取られた分だけ取り返すっていうね、そういう野球にしてきましたけどもね、ここまで、うまくね、はまっているかなと思います。9回の裏です。さ
3年生、抑えのエース島脇くんが9回に登板しています。これで勝てばね決勝に駒を進められるので2回目の甲子園出場っていうのがもうかなり手の届くところまで来ているかなと思いますので、あとは決勝の相手がね総合戦力でどれくらいか、ここまで割と対戦相手には恵まれているかなと思うので、まあ、B とか A とかと当たっていないっていうね、まあ、ただこれが次の決勝で A とかってなるとねまた魔物とか運要素も絡んでくるので、ちょっと期待しながらですね次の相手を見定めましょう。で食事会でテンションを上げてマッサージも使って公式戦に挑みます。宮城くんは本当にね代打でいい仕事してくれてるんですよね。だから代打でうまくね、点を取ってピッチャーが岩瀬中心に抑えてくれてってなるとねいいかなと思います。今日の張り切るボーイ、ここまでね打率があまり上がってきてないんですけども、3年生中村もうすぐパワー S、 うん100になりますからね、選手もまあ全体的にみんな調子は波いいですかね。ここは勝ちたいな本当に。2回目の甲子園出場、夏の甲子園大会優勝、これを目標にやってるので、そこまで目指して頑張っていきましょう。まずはじゃあ相手のチームの総合戦力確認します。総合戦力 B、 まあそうだよね、ここまで、まあ、C とか D とか E とかとしか戦ってきてないので、ここで初めて強豪校とぶつかる、決勝でぶつかるっていうね、そういう状況になってます。打率が2割9分1厘、ホームラン7本の中村、まあ、中村はねパワーがもうすぐ100で、まあ、ミートがね、同じく S 超えてるので、もう少し打率も上がってきていいのかなっていうふうには思ってます。打率がもうちょっと上がってくるとそれこそ本当に手のつけられないバッターになってくれるのかなと思うんですけどね。まあ、ツーアウトランナー二塁で5番道原くん、道原くんも打率上がってきてないね、1割台か、まあ、ただここは先制タイムリー、まあ、打率が上がってこなくてもねこういうポイントになるところでしっかり打点を上げてくれれば全然 OK ですね。なおツーアウトランナー二塁一塁で8番の横井くん、調子落としてますけど打率は3割6分、これは打ち上げたショートフライです。1点だとね打ち勝つ野球を掲げてやってきている関係上あんまりね守備とか、それこそ投手力に自信があるわけではないので、心配ではありますね。なのでスクイズで確実に1点を取ります。まあ、打ち勝つ野球と言いつつこういうところでせこせことスクイズを使うのはどうなんだというお叱りの声も聞こえてきそうですけど、これは入ったんじゃないか、フェンス最上段でしたね。パワー S でもやっぱこの大きい球場になってくると入らないんだな、ホームランっていうところに関して言うと。ただこの回2点追加点を挙げて3点リード、もう 2,3 点取れるとね安心できるかなっていう、まあそういう内容なんですが、ここはワンアウトランナー3塁2塁とピンチを広げて4番の藤間くん、この後の服部くんも怖いバッターだったと思うんだよね、さっきちらっと見た感じだと。よし、ここは空振り三振で服部くんでね、ここは精密機械を使っていきましょう。打率3割6分8厘、ホームラン8本、打点28、この数字だけ見ると中村よりも強いからね、これポテンヒットになるか、抑えられる、よし背面キャッチ。赤田くんはね守備もこのチームの中ではそれなりにこなしてくれる選手ですからね。1番バッターのは赤田くん、パワー B、 ミート B で守備走塁補給、まあ、まんべんなくね、それなりの数字になっています。さあ中村今日ツーベースを2本、ここはホームランを狙ってもらおう。打率も3割台持ってきましたね。ここはただ詰まった当たりセカンドゴロ、ストレートだと思うんですけどね今のは。では8回の裏守りです。西山くん少し
落ちてきているので一旦スタミナを上げて様子を見ましょう。ノーアウトランナーが一塁。キャッチャーの小西君は、ね、強肩のキャッチャーなんで走られてもさせるかなとは思います。アウトカウントを1つ増やしてワンアウトランナー1塁と場面変わったので走ってくるよね。よし刺した。小西君はね肩もここまでしっかりと鍛え上げてきた、その成果が出ましたね。では9番の宮城君に、ピッチャーのところに代打宮城くんを出します。宮城くんはミート A パワー B 3割3分3厘ホームラン3本。いや本当代打でねいい仕事してくれるんですよね。今回はねいい当たりだったですけどライトの好守備に阻まれましたけど本当にいい守備してくれます。で赤田くんが魔物を発動してダメ押しといきましょう。このボテボテの当たりは一塁はよし、まあ、本来だったら今の当たりも完全にチェンジっていうところでしたけどね。これ神戸くんだと思ったんですけど神戸くんでした。呼び方これは入るんじゃない。これもフェンス直撃。あの千葉県の球場っていうのはモノレールのスポーツセンター駅っていうところにあるんですけど確かにね球場はそれなりに大きいんですよね。モノレールのスポーツセンター駅名前変わってなければですけどね。僕もねもちろんあの大学で一人暮らしするまではあの親と一緒に住んでたんですけど、まだあのそういう方がもちろん多いと思うんですけどね。あのモノレールが最寄り駅だったので、まあ、よくスポーツセンターとかは通りましたけど僕がね高校を選んだ一つの要因前も話したかもしれないですけど一つはモノレールで乗り換えなしで一本で行けるっていうねそういう部分で、ね、千葉県割と電車もモノレールも通ってるんでここは岩瀬がさばいてくれ。よし先頭打者出すとねちょっと怖い、まあ、点差がねある程度あるとはいえここまで安定してね、来ましたね本当に。今回は本当に危なげない戦いでずっとこの予選大会をね勝ち進んできましたね。1回だけ2点2対0っていうね、まあ、僅差の勝利っていうのがありましたけどそれ以外は割と安定した試合運びでここまで進めてこれてるのでこれは夏の甲子園大会優勝して深紅の大優勝旗を持ち帰れる可能性もあるんじゃないかなっていうね。最後ちょっとバタバタしてますけど9回の裏が全部ピッチャーゴロで締めましたね。これで甲子園大会出場決定です。2回目の甲子園大会出場になりますね。はい、ではね今回切りがいいのでここまでにさせていただいて次回はですね合宿とあとは夏の甲子園大会ここのプレーをしていきたいと思いますので皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。